はい。じゃあよろしくお願いします。え今回は小学校3年生の算数。倍にしてみようについてやっていきましょう。で、問題2もありますので、できそうな子はね、ぜひ動画止めてチャレンジしてみてください。で、やってもらって結構ね、難しいとこなんでよくわかんないっていう方は、ぜひね、今からポイントも含めて説明していくんでね、聞いてもらえたらと思います。では、早速始めていきましょう。で、今回からこの倍です。 この倍っていう子が主役になっていく。で、まあ、初めましてではないんでね、言葉は知ってると思うんですが、この子が、例えば問題とかに出てきたらね、右の図を書いてみようって書きました。で、これ、進化前とか進化後って、これはね、俺がふざけて書いてるだけでまあ、ふざけてというか説明でね、書いてるだけだから、基本的に書いてほしいのは、このね、四角のところ、二つと、ほにゃらら倍っていう、この三箇所、 を全部書かなくてもいい。慣れてきたら頭の中で、あそこはこれで、で、全然大丈夫なんだけど、慣れるまではね、この3箇所をちょっとね、イメージをしてほしいんです。で、実際のね、問題ちょっとやっていきます。例えば1番。サラさんは9月二重飛びのテストの結果が3回でした。サラさん9月のテストで3回二重飛びを飛びましたと。で、頑張ってね、練習をしたんです。そしたら、10月のテストでは9月の5倍飛ぶことができました。すごい、めっちゃ頑張ったよね。 じゃあ、サラさんは10月のテストで何回飛ぶことができましたかって。ほら、問題文の中に場合が出てきたでしょで、こういう時はこれをちょっとイメージしてほしい。でね。ちょっと下に書こうかな。あ、慣れてきたらこれ別に四角も書かなくていいからね。よいしょ。まあ、こんな感じかな。 で、倍っていうのは必ず倍にする前のものと倍にした後のものがあります。で、今回で言うと10月のテストは9月の5倍でしたってね、飛ぶことができましたって書いてあるでしょ。つまり今回で言うと9月の結果を5倍したら 10月の結果になるんだよっていうのが繋がってほしい。頭の中で。もう一回言うね。9月の5倍が10月。9月の5倍飛ぶことができましたって書いてあるので、9月の5倍が10月の結果になったんだよねって。このね。ホニャララの、ホニャララ倍っていう。これはね、問題解いていくといっぱい出てきます。この子。ちょっと青で書いていくね。 この言葉はいい目印になる。ホニャララのホニャララ倍。だから9月の5倍が10月ですと。で、今10月求めたいんだよね。何回飛べたのかなって考えたい。じゃあ、ここ、10月がまだ分からないんだよね。今回も、ほあと求めたいところ。じゃあ、9月分かるかなって考えると、9月3回飛べたって書いてくれてるんだよね。あ、そっかって9月は3回なんだって。つまり、10月は3の 5倍なんだよね。3回の5倍だから。で、何倍っていうのは掛け算です。掛け算。だから、今回一番の答えを考えるんだったら、3に5倍。つまり 3×5 をすればいいので、10月の飛べた回数は、3、5、15。つまり、15回。これで正解となります。 で今ね俺がわーって説明をしたじゃんか実際慣れてくるといやいやもうこんなん分かるしなんてこう出てくるんですでもそこに行くまでには何を何倍してるのかなってそれがいくつになってんのかなっていうここの3箇所のイメージがちゃんと持てるようになるとすごく問題が解きやすくなります。で 今回何倍にしてみようっていうのはただ掛け算するだけだからさ、へ掛け算すればいいじゃん、楽じゃんって思うんだけど、次の動画とかでね、似たようなことなのに割り算出てくるのよ。だから自分で掛け算なのかな、割り算なのかなって、それはこの3箇所のどこが分かっててどこが分かってないのかなっていうのが、ちゃんと問題から読めないと解けなくなります。テストの時に。この動画の問題は解けるかもしれないけど。 いいだそこが大事。いいじゃあそれを含めて2番行きましょう。えー、サトシ君のパパはカードを40枚持ってて。で、サトシ君はパパの3倍持ってます。まあ倍出てきたね。大事なのはこれ。ほにゃららのほにゃらら倍だからここにあります。パパの3倍だね。こうだね。 パパの3倍。ああ、ちょっと間違っててあいいか。パパの3倍のカードを持ってますと。じゃあ、サトシ君何枚のカード持ってますかって聞かれてるよね。じゃあ、同じように、まあ、四角書いてみましょう。倍にする前があります。倍にした後があります。で、途中は、ほにゃらら倍でつながっていますと。こうね。じゃあ、ここ。パパの3倍です。つまり、 パパの3倍したものがサトシ君になるんだよって話なの今。場所はね。これが大事。ホニャララのホニャララ倍。パパの3倍したのがサトシ君です。じゃあ、あとはどこがわからなくて、どこがわかってるかを考えましょう。まず求めたい。今回出したいのはサトシ君の枚数。つまり、ここがわからないんだよね。倍した後が。 じゃあパパはわかるかなって考えるとパパは40枚持ってるって書いてくれてる。つまりここは40なんです。じゃさっきと同じだよね。40の3倍をすればいいから 40×3 をしてちょっと暗算するよ。120枚となってサトシ君は120枚持ってたんだねって。これで 終了となります。なので、今回この問題、例えばね、一回目この問題わけわかんないよってなったかも、きっとこの説明を聞いた後だったら、また自分で解けるようになると思うの。だって掛け算使うってわかっちゃってるから。でも、大事なのは、ちゃんと頭の中、もしくはみんなでね、ノートとかに、これを書いて、これ、倍する前。 倍した後。それよこれ、進化前、進化後なんて言い方をするんだけど、例えばね、サラちゃんがさ、練習する進化前と、頑張って練習、進化したわけじゃないけど、頑張って練習した進化後なのよ。倍する前と倍した後があって、そこに、あ、ほにゃらら倍が相手に入る。それの、どこがわからないのかなって、どこはわかってるのかなって、それが目印としては、ほにゃららのほにゃらら倍。9月の5倍とか、パパの 3倍とか、この言葉のところがちゃんと見つかると、数字がこうやって当てはめやすくなる。で、ここが揃ってて、40を3倍したいんだから掛け算。3回を5倍したいから掛け算。っていうふうになる。そこまできっちり覚えてもらえると、次の動画、また割り算出てくるからね。そこで、あの、あの混乱せずに、ああ、どっちだっけってならずに、問題が解けるようになりますので、まずね、ここの2問、しっかりね、押さえていってください。 はい。ということで、今回はね、倍の授業をさせてもらいました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。またね。バイバイ。お疲れ様でした。